質材料生産分野で受賞されました岡本義雄博士にご講演いただきますテーマは一方向巻き螺旋光分子の合成とそれを用いる右手型・左手型分子の分離でございますで今日は今あのご紹介いただきましたように えー、一方向巻きのらせん高分子の合成とそのらせん高分子を用いて右手左手のようにお互いに共存の関係にある化合物の分離についての話をさせていただきます。本題に入ります前に、えー、化学以外の分野の方もかなりおられるとお聞きしておりますので、えー、少し、えー、ご理解が容易になるように。 えー、基礎的な用語の説明を最初にさせていただきたいと思います。で「キラル」っ、えー、まず書いてございますけども実はこちちは本当の左手でございます。でこちらは鏡に映った一見右手のように見えるわけです。で我々これ容易にですねこちらが右手でこちらが左手と区別ができるわけです。ということは形が違うということです。 でそのように鏡に映ったものと実像の形が違う場合にはその形はキラルと言いますで,キラルですけどももともとこれは「手」という言葉から来てるんですけどもこういう場合にはですねこの両者を共同体あるいはこの共同異性体と呼ぶわけです。で一方ですねこの円柱をご覧いただきますとこれ鏡に映りますと。 これは両者全く同じでございます先ほどのように右左はございませんですからこういう形はアキラルと言いますですから物の形にはキラルかアキラルですその2つしかございませんで今日お話しするのは主にそのキラルな化合物の分離についてでございますでそのことはですね形だけではなくて分子あるいは化合物についても同じでございます 実はこれはここに炭素があります。我々まああの炭素を中心にしてですね、えー、タンパク質とかそういうものができておりますので、この炭パあ炭素には紙面体の方向に出た四つの手がございます。でこの四つの手に違う元素あるいはグループがつきますとこれここでは白、赤、黄、緑で示してございますけれども、これが鏡に映りますとこういうになります。こういうことですね。でこの両者はですね。 赤白を重ねますとここは違いますですから決して同じではございませんですからキラルな化合物でございますでこういう場合にはこの両者を共存異性体と呼ぶわけです化合物の場合はでほとんど当然ですね目方分子炉は同じでございますそれから沸点とか融点とかほとんどの性質は全く同じでございますということは分けるのは難しいわけですですけどもどこが違うかと言いますと 光の偏光面は片っぽは右に回転させると片っぽは左に回転させます。そういう性質のために光学活性と光学活性化合物それぞれは光学活性でございます。で、えー、まあその光学活性な化合物を表すときにこういうセンターの構造を表すときに R とか S を用いますし、こういうセンターがたくさんある化合物のときは非常に複雑になります。 そういういは先ほど申しましたこの線光性という光の変更面をどちらに回転させるか右に回転させればプラスで表しますし左に回転させればマイナスであるそういう具合にしてこういう化合物をあ、あのー、表示するわけです。で化合物についても当然キラルに対してアキラルがございます2つ同じグループがつくと炭素に対して2つ同じグループがつきますとこれを鏡に映しますとこうなります。 これは全く同じでございます。この2つ全く同じでございます。ですからこれはアキラルで共造異性体は存在しません。ですから化合物についてもやはりキラルかアキラルになります。で、まあ、そういうことでですね。この今日お話し,したいのは先ほど言いましたようにこのような共造異性体を分ける話ですで。性質はほとんど同じですので、普通は非常に難しいということでございます。 でえー、実際の化合物こここに示しましまたこれは我々がよくあの食べますグルタミン酸ですね味の素ですでこの味の素の L というのをこれアミノ酸の場合は D と L を使ってよく表すんですけどここの子 L というのは我々食べますと非常においしいんです。ですけどもこれを鏡にとした D と呼ばれる方これはもうほとんど味がないと言われてます。ですから生態は こういう希らな化合物の右左をよく区別できるわけです。で、そういう例は非常に、えー、たくさん知られるようになっております。で、今申しましたグルタミン酸ナトリウムそうだ。それ以外にもアスパルテームってこれはここに二つあの不正炭素がありますので S S これは砂糖の200倍甘いんです。ですから砂糖の代わりに少しだけあの加えて砂糖の代わりになるんですけども。 これを鏡に映した方法の RR というのはむしろ苦いんですですから甘味料として使うには当然 SS でないとダメなんですでこれはあの舌がこう区別するわけですねそれじゃあ鼻の匂いはどうかというとで我々真っ竹の匂いがあの好きなんですけどもこの R という方は強い真っ竹の匂いがしますけども鏡に映した S の方は別の匂いがハーブの匂いがします それからこのメントールよくー使いますけどもこれを皮膚につけますとですね清涼感スッとした感じは先ほどのマイナス体ですね一つのこれ不定段と3つあるのでえー RS でこのプラスマイナスで表しますけどもえマイナス体というのは清涼感がそれを鏡に映したよりも10倍強いと。ですから普通はみんなこのマイナス体を我々使っております。 薬についいては色々なパターンがございますこれドーパーという薬の場合は片方だけが効くとでそのかが反対の方はですねほとんど薬効がないとこの抗生物質のペニシリンについても同じでございます片方だけが効きますそれから両方で効き方が違うと片方はあ鎮痛剤ですかそれからもう一つは咳を止めるそこういう場合もございます。 それから片方が非常に危険だという場合このナプロクセン実際に使っておりますけれどもこの場合にはですね S の方を使う必要があって R が入ってきてはダメだということです。でこういうように片方が非常に危険だという有名な化合物サリノマイドご存じの方もおられると思うんですけれども、えーまあ、1960年頃ですね世界中でたくさんの危険維持が生まれたと言われております。 でその後の報告でこのうちの片方が再規制があるとでこの R という方はですねここが不正炭素ですけれども安全で薬効があると。で当時はこの R の純粋なものを薬として使っておればこの薬害は防げたんではないかと言われました。しかしかその後の後研究で あの胃の中で容易に R は S に変わって S は R に要するに我々ラセミ目かて一気にするとですからたとえこちらの純粋なものを使っていてもこの薬害は防げなかったんではないかと言われましたですけど最近またですねあの新しい研究がありまして確かにこちらの方が危険だと。 で一つの研究はネズミであって一つはメダカでやってるんですけどもどちらの場合もですねエスタイ非常に危険だと。ですけどもその後昨年ですね柴田先生って名古屋工業大学の先生ですけどもこの方がやはりアーの純粋なものを使っていればひょっとしたら安全ではないかという報告をされております。まあ 詳しいことはお話しできませんけどもまあそういうことでまだ十分にですねこの問題については解決はしておりません。でしかも最近またこのサリドマイドはがんの薬としてもいいということで使われだしておりましてそういうことがありますけどもまあ再結成についてはですね十分注意を払って使う必要があります。でやはり その再帰性があるということは使い方によればですね非常にいい薬にもなりうるということですねこれですけどもまあこういう状況で薬の切られてい R か S かというのは非常に我々にとっては重要だということなんですけども少し下がのってですね1990年より前それまでに作られてた薬ですね1850種についてそれじゃあ RS という問題はどのういうで我々実際使ってたかということです。 でこの1850のうち天然物天然物まあ要するに植物とか動物から取ってくるものですそれについてはですね天然というのはほとんどキラルなものしか作ってないと523のうちのこれだけがもうキラルだとしかも光学化すせって書いてあるのはそのうちの片っぽだとだから自然界というのはキラルなものの片っぽしかほとんど作らないとでアキラルもほど非常に少ないですしせんも非常に少ない だからそういうシステムが自然界には出来上がっております一方合成薬品ですね1327のうちアキラルが799ですかキラルは528ですかそのうちの当時はですねほとんどがこのラセミ体ですね400何本がラセミ体ラセミ体というのは右左が1対1に混ざった混合物です1対1に混ざったそれを使ってたということですねですけども 先ほどあの高活性体のほんのわずかです先ほど申し上げました通りですねこれは決して良くないと片っぽは危険かもしれない片っぽは全然薬効がないかもしれないですからこの時まではそうでしたけれども1980年代の中頃ですに多くの国でこういうキラルな薬については よく右左を分けてよく調べていい方を使いましょうという勧告が出ましたで、そういう関係でそれ以後1983年から2003年に開発された薬については合成医薬品のうちキラルがまあ半分強ですけれどもそれのうちのかなりが高額活性体になっておりますこれ時にこれらに比べるとうんと高額活性体の割合は高くなっておりますで、そういうことができるようになったのはなぜかと言いますと こういうキョウをしますキラルカラムが一つは開発されたからです。その結果こういう高化学活性な医薬品の割合が増えて、で最近ですともうほとんどですねキラルなものについては高化学活性体になっております。でまあこういうことでその後非常に多くのあのキラルなしかも高化学活性な医薬品が開発されて2000年の代です2000年には すでにこれぐらいの市場があると10兆円ぐらいの市場があるで7年後にはそれが倍ぐらいになったと急速にキラルな医薬品の市場はあが発,発展しましたで、えー、実際2000年代ですね2003年この自分ですねに、えー、売上の大きなトップ10の薬のうちのかなりが高額活性体になっておるいる6つはもう高額活性体ですねそれからまだ 1>, 1対1の混合物としてやはりキラルを使ってお,らおりましたけれどもアキラルはまあ1種類それから、えー、タンパク質って書いておりますけれどもこれこれはですですからちょっと前まではほとんどバイオの医薬品ってなかったんですけど急速にですね、えー、バイオの医薬品があ重要になってきて売り上げの大きいところはこのタンパク質を主体としたようなあるいは糖を主体としたような。 薬に現在置き換わっておりますしかし今も多くのですねこういう高額化キラルな医薬品要するに分子炉のもっと小さな医薬品というのは開発はどんどんやられてますでそこではやはり今今日お話ししますキラルカラムというのが大変活躍しているわけでございますでまあこれが大体私の今日のイントロダクションですでこれから少しですね 私がどういうことをしたかということをご説明したいと思いますで、3つの主題についてお話しさせていただきます1つ目は一方向巻きの螺旋高分子を作りましたという話ですで、えー、初めて作りましたとで、その作った螺旋高分子が思いもよらない右手と左手の化合物を分ける非常に優れた能力がありましたとで、その能力を 実際に使える実用化利用できるようにしましたという話で3つ目がそれをもとにですねもっといい材料を作ろうということで使ったのがセルロースとかアミロースという天然の高分子です多糖の誘導体ですで。この3つのつ話をご紹介したいいと思いますそれで,螺旋行動ってで 一方向巻きの螺旋構文士と言いましたけれども、螺旋構造にはですね。やはり右巻きの螺旋と左巻きの螺旋があって、これはお互いに共同の関係にあります。で、このコードは決して同じではありません。要するに共同関係にあるわけです。先ほどの共同異性体、この2つは共同異性体です。ということは？ 一方向巻きの安定な螺旋ん高分子を作れば、それ以外それで自体がキラルになって、いわゆる光学活性になります。光の偏光面を回転させることができるこう。ですからどちらか一方を選択的に合成できれば非常にいいわけです。で、そういうことをいろいろトライされましたけど、私がやるより前はですね、なかなかそれは普通の要するに合成高分子、我々で言いますと。 どどどんんん手をつないいでで大きな分子にしていくんですけども普通の方法ではなかなかそういうものは作れないしまた存在しないんではないかとも思われていましたですけどもまあ私がこの後お話ししますけどもそういうものが作れるということを示したわけです。で螺旋鉱物詩についてはですね、まあ、我々非常に関わりが深いわけです。 えー、タンパク質ですね。千九百この千九百五十年代にですね、非常に大事な研究が出たわけです。でタンパク質の螺旋行動これは右巻きですね。これはアミノ酸のキラリティであの右巻きになります。それから D N A、これもやはり右巻きの二重螺旋ですけれども、これは等のユニットが入ってきますのでそのキラリティで右巻きになります。で、千九百五十五年に完全な合成酵素です。 すプロピレンですねこういう単純な構造を持ったものこのポリマー今でもたくさん使われております自動車のバンバーとかいろいろ使われてますけどもこの高分子人工的に作った高分子やはりらせん構造なんですけどもこの場合は固体状態では必ず右左が通量になっております。片方だけでは存在しえませんというのは 溶かしますとチェーンがぐるぐると簡単に動いてですねそれをまた固めるとこういう螺旋構造になるんですけどもその時には必ず右左が同じだけペアになって出てまいりますで、まあこの年代ですねみんな三つともノーベル賞をもらっていかに螺旋高分子が重要だということで多くの高分子研究者がですね まあこういうところでなんとか一方向のものができないかということをトライされましたで、まあ、あの今日我々もたくさんの,あのビニールポリマーといいますかスチレンとか酢酸、ね、ササビニールとかメタクリサンメチルというこういう二重結合が開いてつながっていくわけですねこういうのを重合と呼びますけどもこういう重合でなんとか高画活性な ができないかとこれ自体はアキラルですアキラルなものからスタートしてきらんな公文詞ができないかということをトライされましたけどもまあこれはえまああの世界中でやられましたけどこれは容易じゃない難しいとで普通じゃできませんよということでその後1960年中頃から以降はですねあまりえのそういうことにトライする人はおられなかったわけです。 そういうい中で1979年に私はこのここに書きましたようにトリフェニルメチルといいますけれどもこういう大きいまあかなりかさ高い枝を持ったものがですねメタクリ酸のエステルですけれどもこれを重合さしてここをつないで高分子にしてそうすると一方向巻きで安定な高分子ができるということを見つけたわけです。で そのの時に用いたのはこういう主薬ですねこういういスパルテインというそれからこれリチウムの化合物質これを加えますとここはザッとどん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 これがつないでいってこういう螺旋の抗分子ができてしかもそれが一方向に保っているとでこのスパルテインというのが非常に螺旋の向きをコントロールするんですけどもこれが重要な役割をしました。 で、これのいかに気がついたかと言いますと、これはそのそれよりも2年前にですね。こういう反応を実は行いました。これは先ほどのものもあと少し違いまして、ここにキラーなあの要するに不正炭素を持ってます。不正炭素を持ってますから、右左があります。で、右左があの r と s ですけども。右左の1対1に混ざった。混合物から。 片方だけを重合させようとこういうのを不正洗濯重合というんですけどもそれをやろうとしましたその時にこのスパルテンとこういうマグネシウムの化合物を組み合わせたものを用いると非常にいいということを見つけました。でこれはあの当時私より前にこういうことをやられた方が何人かおられますけど全くうまくいかなかったんですけどもこれを用いることによって極めて 高い選択率ですね。s の方、この片方の s の方がえ3、ー。3倍 r よりよく15しましょうということを見つけました。で、この,の時にやはりスパルテンというこういう構造の化合物です。けども、これを使ったのはこの本の中に出てたわけです。これをその有機合成。こういう15公文書を作る。反応じゃなくて、小さな文章を作る反応に。 利用されて最初に使われたのが野崎先生の東京大学の京子先生のお父さんですねそれからノーベル賞をもらえた,新た野依先生とか住友科学におらえた新谷さんこの人たちがこれを使っておられたわけです。で結城主役として面白いとそのことがこの本の中に出てたわけです。 でちょうどたまたま私この本があるということを知りましてですねそれを見てあこんなものがある,かあるのかということでここで初めて使ってみたそれが非常にうまくいったというそれを続いてこのスパルテンが非常に容易に入手できるということを気づきました。でそれを今度は「螺旋の選択銃をですね 右なら右の螺旋になるんですけどもそれをおここの形に用いましたで先ほどのマグネシウムじゃなくてここはリチウムですけどもこういうものを用いますとですねこれがどん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 つながっていってそ,そして一方向負けになると。でどうやって実証したかということはそれはあの15をですねこのおつなぐこの反応を非常に低い温度ですねマイナス78度です。ドライアイアスの温度ですね この温度でもこれはどんどん進んでいきますので、この温度で重合させますとですね。高分子の鎖というのはほとんど動きません。ですから、一旦こうできますとですね。まずほどけることはないわけです。で、そうすれば一方向に巻くと間違いなく要するに、先ほどの光の偏光面を回転させる能力が非常に出てくるだろうとで、それを追跡したのがこちらです。12。3となってますけれども。 これは線光計という装置の中でこれを測ることができるんですけどもあの角度です角度ですけど 1, 分の1度ぐらいは測れますですから1度2度というのは非常に大きな値です。で実際にこれをやりますとでこっちは時間です。4時間8時間どんどん15は進んでいきますとどんどん大きな値になってきてそして一定値になると一定値になるとこれがもうなくなってそれ以上進まないと。で ここでこのような大きな線高度というのはこれはもう螺旋光ができたに違いないと他の要因は考えられませんのでまず間違いなく螺旋であるということでこれで実証することができたわけですこういうしかもこのマイナス78度から徐々にこの中の温度をですね上げて室温まで戻してもこの値はほとんど変わらないと。で室温でも壊れずに安定に螺旋が保持できますよということを この研究で実証することができました。まあその後あこの分野は非常に大きく発展してですね、いろいろないろいろなあのらせん分子が作れますよということが見つかってきております。えー、こういう炭素炭素以外の二重結合を持ったアセチレンとかですね、こういうケイ素のものあるいはこういうアミドのもの、まああの非常に大きな分野に発展して。 現在も多くの方が螺旋高分子の研究を行っておられるわけです。でこれで螺旋高分子ができますよということを示すことができましたけれどももともとこの螺旋高分子を何かに使おうという研究じゃありません。 要するに炭素炭素がこうつながってきれいな螺旋になってほどけずにじっとしているということを実証したかったわけです。でそれができたんですけどもせっかくできた螺旋高分子ですので何か面白い機能がないかなということを調べてみようと。でそこでまずあの評価する方法として我々右左の要するに最初に示しました共同医生体ですねいろいろたくさんある化合物ですけどもそれを分ける能力がないかということを 評価ししようとしたわけですで実際にどういうことを行ったかといいますとらせん高分子が1979年に見つかりましてですねこの光分子とこういう例えばこれはヘリセンという化合物ですけどもここはあのつながっておりませんこういう具うに離れてるわけですこういうあれなんですけどもその分子と まあこれをですね分ける右左を分けるこれについてもやっぱり右左があるわけですそれを分けるということはですね非常に難しかったんですけどもこの方法を用いるとですねそれが非常に容易にできるということがわかるこの高分子ですねこの高分子ある条件では全く溶けませんので溶けない高分子の上にこれを溶かした溶液を混ぜてさっとろ過すると もうそれだけで分かれて出てくると。このこれの右左を分けられると。当時はこれの右左を分けるのは非常に難しかったんですけども、この螺旋交分子を用いると、これとこれと接触させると片っぽがひっついて、片っぽは全然引っつかずに分かれるということです。そういうことが分かりまして、これは非常に優れた能力が、右左の共同異性体を分けるのに非常に優れた能力があるということが、 あ見て帰りましたでその後いろいろな化合物を試してみるともう多くのものが分かれるということが分かってそれじゃあこの持っている能力を実用化しようと。でどうやって実用化する,しょうするかといいますとこのこういうのところに詰めれるこ,ここにありますけどもこ,こういうチューブですねこういうチューブに、えー 詰めててそし装装置に装着できるようにだからこの中にうまく詰まれば使えるんでそれを詰めれるようにするためにはあの結局シリカゲルのシリカゲル皆さんまあ乾燥大ご存じだと思うんですけどそれは非常に小さな粒ですね10ミクロン5ミクロンぐらいの,あの球状のシリカゲルがありますのでその表面にこの高分子をつけて使うと。でつけて 吸着させて使うと非常にいいということを見つけてその結果こういうところに詰めて十分使える性能の持っているキラル充填台が開発できたわけです。でこれをあのできたおかげで1982年にはですね世界の初めてのこういう高分子系のキラルカラムという商品としてえ市販されているわけです。で、えー まあ実際こういうあの装置にですねここへこのカラムが装着してあるわけですこれはジャスコさんの装置ですけどもこういうところに装着してそして実際どうやって分けてるかといいますと先ほどの装置でいきますとこの下がポンプなんですけどもポンプで溶媒を吸い上げてでここから飼料を注入してこの中を通すわけです。この中を通すと 右左が分かれてここから出てくるわけですそれを検出するとこういうぐらに分かれて出てきますのでこの面積を見れば、えー、右左の割合が何対何分だということが決まるわけですでそのためにここに螺旋の鉱分子を詰めたということでございますで、まああのー、なぜですねそれじゃあ螺旋の鉱分子が必要かということですけども これはあのなかなか難しいですけどもあの分子認識という領域になるんですけどもキラル認識ですね、えー、この中に詰めてあるものは例えばキラルな高分子は右手か左手か右巻きが仮に右手としますとこの中に右手が詰まっているわけです。でその中をこの中をやはり右左のある化合物がこう流れるわけです。そうしますと この右,右と右はうまくこう接触できてガチッとつきますのでなかなかここから出ないんですけどもこういう握手のできない方の右,右と左の関係にある方の左の方はですねすぐに出るもんですが先に出てこちらの右の方は後から出るそういう原理です。ですからこの中には必ず右手か左手を片っぽを詰め,詰める必要があります。 でそうしないとあのこれはあの分けることができません。まあこういう原理で、えー、非常に多くの化合物を分けました。でここに一例を示しておりますけれども、千九百八十年代の初めですね、えー、世界中からいろいろなあの資料をいただきまして、えー、まああのそれを分けてですね、この青で書いてあるのはみんな協調の論文で。 発表させていたただきましたで当時はこうやって分けて分けましたというだけでも論文が書けましたですから非常にたくさんの強調の論文を出しましたし、まあ、比較的最近でも一、えー、昨年ですかねノーベル賞をもらいましたベンヘリンが彼のモーターのユニットもこういうらせん構分子で分けておりますし、えー、東京大学の相田先生のこのハサミのユニットですねもう このらせん高分子後でみます多等の誘導体では分かれなかったとおお聞きしておりますですからまあそんなの多くはないですけどまだこの高分子でないと分かれないというものがございます。でこういうことでこういうこの装置は HPLC ってよく言うんですけどそれに装着するキラルカラムですねを実際に開発することができました合成高分子で。 でここで気づいたのはですねこんだけ皆さんがたくさんあの分けたいものを持ちだしそしてもっといいものができれば間違いなく医薬品ですねこの製度あるいは分析、ね、そ,うそういうところに間違いなく使えるであろうということでこういう合成のらせん分子以外にもっといいものがないかということで取り上げたのが このセルロースとアミロースと言われるこういうからできるこういう化合物です。でセルロースアミロースはですね地球上では最も豊富に存在します高分子でございます。まあ、特にセルロースは、えー、人間一人当たり毎年10トンぐらい作られていると言われる高分子でございます。で、えー しかもこの高分子極めて立体構造の制御された綺麗な構造をしております一箇所ここが上に出るか下に出るかでアミロースこちらはアミロースですね澱粉の中の成分ですけどもこの一箇所の構造の違いここが上か下かによってですねこの高分子の性質は全く違うわけですねまあ皆さんご存知だと思うんですけどステロースは我々まあモメンとしてですね 衣類に使って水の中でも全く溶けないんですけどもちょっと違うこちらは水に溶けて我々食料として食べて十分栄養になるわけですこの一箇所の構造の違いのために我々ま生き延びてきたと言ってもいいようなもんですねそれぐらいだから高分子のその性質というのは立体構造の影響を強く受けるわけですでただまあ今日の話は この行動の違いをうまく利用して右左の分子を分けましたという話で幸いここにこういう水産機大 h が3つありますのでこれは容易にですね要するにエステルとかあるいはあのカルバメイトウレタンに変換できます。で我々これをやりだしたのは1984年そのちょっと前ですけども実際このセルロースについてですね非常に面白いですよと。 えー、こういう右左のものを分けるのにいいですよというのは実はもう1973年にドイツの先生らがこういうのを報告されております。えー、微結晶生産,作産セルロースって書いておりますけれどもこれがあの非常にいいですよということを報告されております。で,、えー、ですけどもその後。 これよりもいい面白いものが見つかったという報告は出ておりませんでした。で、そういうこともありまして、1984年先ほどの螺旋ん鉱分子を見つけてからですね、2, 3年後です、えー。もっといいものということで取り上げたのがセルロースです。で、作りましたのはここにありますね。これはエステルじゃなくてカルバメートと言いますけれども、OCOH です。で、ここにベンゼン環があります。 これを作ってやはりシリカゲルの上にコーティングしますとこれは非常に面白いということがすぐに分かりました。でそういう関係でこのベンゼン核の上にこういういろいろ違うグループをですねつけているわけです。そうしますとあの非常に性質がこうチューニングっていうかモディファイできましてですね、えー、いいものができるということで。 それで、えー、まあこれだけたくさんの誘導体を作ってそのうちのこういう黒丸で描いた赤,赤で描いたのは全部今市販されて世界中で使われておるわけでございます。で、えー、まあ充填材の作り方それからカラムのあれはあのちょっと省略しますけども。えー 多くの誘導体のうちで非常に面白いのはこの産後のうちに2つ目チルキを持ったものですねこれは非常にこういう商品名で出ております。それからこれを用いるとですね非常に多くのものを分けることができます。えー、まあ普通の雪酔媒に溶ければですねもうほとんどのものがあのキラーな化合物を分けれる可能性はあると申し上げていいかと思います。で、えーまあ あのー、非常に分けるとですね価値の上がるもんもこの中にはあございます。でそれじゃあですねなぜ産後に2つ目チルキが入れるといいのかということ当然我々も知りたいわけです。で最初に作りましたのはそういう置換器のないですねこういうフェニルだけのもんですけどもこれについては構造が決まっております。一応、X、線解析で こういうい左巻きの3の2のらせんを取っているとコードを取っているということでございます。でこの構造を決められたこれは非常に安定な構造であることは間違いありません。でこの構造を決められた先生ってこちらの方の解析をお願いしましたけども非常に難しくてまだあの答えは出ておりませんけどもただ計算コンピューター使って最近は構造解析ができますので。 この構造をもとにメチルキーを2つ入れますとですねこういう構造じゃなくてこちらの方が安,全で安定ですよということは出てまいりますまあかなり違った構造になってこの構造の違いのためにこちらが非常にいいのではないかと現代のところは考えております。それからアミロースですね についても同様の研究を行っていますこれはセルロースこちらはアミロースですけどもやはり産後に2つメチル基を入れると非常に面白いということでございますで、えー、セルロースに対してアミロースは非常に違った行動をしてますこちらはアミロースの方ですこちらはセルロースの方ですけどもまあ、行動が非常に違うということはそれぞれ得意とする化合物があって 分けれる範囲がが非常に広がりますよということですで、まあこの2つだけでもですね世の中にあるその何万何というそのキラーの化合物の多分80%ぐらいは分けることが可能であろうと思います。でこれまでお話ししましたのは、えー、シリカゲルの上にこういう多糖の誘導体がこうついてるわけですね。物理的に吸着してるんですけども こういうものですとプロロホロムとかこういう T H F といいますけれどもこういうエーテル系の溶媒非常にいい溶媒なんですけれどもこういうものは使えないわけですでなぜかと言いますとこういうものにこのこれが溶けちゃうわけですそうするとせっかく作ったからまあ壊れるわけですこういうものを使うますとですからこういうものは使えないとこういうものも実は使いたいのでこれを使えるようにするにはですね。 この多糖の誘導体をシリカの表面で溶けなくすると、そういう方法がやはり必要になってきます。で、溶けなくしてこう結びつけてですね、いわゆるネットワークにしちゃうと溶けませんので、しかもこの能力を落とさずにそういうことをすると、まあ、非常にたくさんの手法がすでに報告されておりますけれども。 そのうち我々が開発してですねいいと思っている方法を一つここに紹介させていただきましたで先ほど言いましたようにほとんど産後ジメチルなんですけどそのうちの1%か2%だけこういう反応性のグループをここへつけておくわけです。でそうしますとこの後熱処理しますとあのこれが簡単,簡単にですね融合しましてネットワークができます。で溶けなくななくってなります。で、 ほんの1%か2%ですので能力はそんなに落ちずにですね、溶けなくすることができるわけですで、そうしたものを用いますと今まで使えなかった溶媒がどんどん使えるもんですから今まで分離が難しかったものも当然分離できますし特に多量に分けたいと大量に分けたいときはサンプルの溶解度がやはり問題になりますで先ほどの THF とかクロロルムが使えますと非常にそういう点でもあのメリットがあります。でそういうことでですね、えー、これまでこういうカラムがいろいろなタイプの違うものがですね市販されてそして広く使われるようになっております。まあ、あの世界中で使われれるううになっておりますでこういうものを用いれば どれぐらいの確率で分かれるかというのは世の中にあるこういう右左の化合物のおそらくあの今日ですと90%以上は間違いなく分けれるんじゃないかなと。だからからななりのものもは分けれるようになっております分析的にはでまあこういうことでですねこの手のビジネスは日本で始まりましてですねアメリカそれからヨーロッパ中国インドと ダイセルさんの方は世界的規模で展開されておりまして世界中の人が今日では使っておられますで実際ですねあのこういう手法がどういう主要な論文の中でどういう具合に使われているかということをここに示しましたけれどもあのほとんどが HPLC 今今日お話した方法であの右左の純度が決めておられ,おられます。 世界中のでそういう方法で HPLC を用いてあとはまあ5コアとかガスクロとか SFC というのが HPLC と同じです、えー、流す溶媒が超臨界状態にある CO2 です炭酸ガスを移動素に使いますので非常にそういう有機溶媒はいらないということで最近はそういう方法も出てきておりますで、えー、実際ですね1990年 から今日までどういう具合にこの右左の純度を決める手法が動いてきたかというのをここに示しましたけども1990年より前に行きますとですねこういう HPLC とかこういうクロマト法は全くなかったんですけども最近ですと先ほど言いましたようにもうほとんどがこういうクロマト法でしかもそのうちの大部分は HPLC ですね。ガスクローが超臨界と HPLC LC を同じ重点で,いますで毎年どれぐらいの論文が出てるかといいますと大体4,000から4,500本ぐらいの少なくとも論文が右左の順度を報告されておりますでその中で今言いましたようにですね主に使われているのがこの HPLC でございます。で分析的にはもう極めてもうあの広く使われて 薬の開発とかそういうところの初期段階では使われているわけです。で実際文子トンのオーダーで分けようと思いますとすでにですねこういう SMB という科学工学的に確立した方法がありますのでそれを用いますとですねこういう大きなカラムの中に詰めますとトンのオーダーで分けることが可能でございましてここに。 ごく一例ですけどもこういう医薬品ですねこういう薬はそういう大きな殻を用いて実際に製造されてその恩恵に預かっている方がかなりおられるということでございますけどもただ分析に比べるとですねこの大規模に分けるというのはまだ本当の例は多くございません。これからもっと 生産性が上がってこういうところでさらに活躍できるようになればいいなと思っております。でまあ,あの大体以上でですね私の,あの話はあ終わりでございます。でもう最後ですので少し、えー、まだ1分か2分ある、えー、謝辞を述べさせていただきますけれども。えーまあ、あの学校の時に 合成の手ほどきを受けた村橋先生それから大学院その後助手の自分にお世話になった結城先生アメリカでミシガン大学で初めてキラル高分子を触る機会を作っていただきましたオーバーバーガー先生それからその後いろいろとですね分析法を教えていただいた畑田先生それから名古屋大学ではこの先生方が一緒に え非常に熱心にですね研究をサポートしていただきましたで「今日は中国でこの2名の先生を中心にいまだ研究を続けております」でまあ研究費現役での自分はもうほとんど家計費でやってましたけどもえ定年になってからは主に今も中国も含めてですね 大生さんの研究資金で研究を付けてさせていただいております。これで。まあ、あのちょっと駆け足になって申し訳ございませんけれども、も一応、私の受賞講演を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。